こんにちは、日野です。今日は2024年の2月の10日になります。昨日散髪に行ってきまして、少しすっきりしたなというところなんですけど、その方はメンズサロンに行くようになりまして、その方にずっとお願いしてるんですけれども、すごくこう、うまいと思いますね。まあ、僕が言うのもなんなんですけど、で1500円とか1700円ぐらいのとこずっと通い続けてたんですけれども、何十年もやっぱりね、違うなっていうのをすごく感じます。で、最後にこうセットしてもらうんですけども、その時もワックスを使ってしていただいてて、で、そのやり方もすごい上手いんですよね。自分にはちょっとね、なかなかできないなっていう、こうワックスの、僕もともとくせ毛なので、こう、くせ毛を生かした感じでこうやってく、整えてくれて、非常にね、上手いですね。でもやっぱり聞いてたら、1年ぐらい練習し続けたっていうふうに言ってましたね。それでできるようになったっていうことで。まあ、やっぱり何事もこう、やり続けることって重要ですよね。それで自然とやっぱ技術も向上していくっていうことだと思うんですけれども。まあそういうことで、昨日は散髪をしてきたというところなんですけれども、昨日おとついぐらいに、最近三重県の旅ということで、メルマガの方にマニアックな話題をずっと書いてるんですけれども、その中で、米という漢字の漢字分解していくとね、非常に面白いということで、米っていうのは漢字分解すると、8、10、8っていうのになるんですけれども、8、10、8ってじゃあ何なのかっていうと、8、10、8、8プラス10プラス8ですね。米っていうのを漢字分解すると、まあ、ちょっとこう無理があると思われるかもしれないですけど、まあ、そうなんですよね。で、それは何を意味するかっていうことなんですけれども、まあ、一般的にはお米をこう作るのに88回の工程があると、まあ、それほど大変なものだっていうことで、そこからね、88じゃないかっていうことを言われたりするんですけれども、まあ、実際はですね、漢字を作ったのは中国ではなく日本人だと、大和民族になるわけです。で、ハタシという存在が、まあ、中心になって、特に秦の始皇帝の時に漢字を編纂してるんですけれども、秦の始皇帝の正体はっていうと、まあ、これが中近東になるわけですよね。だから漢民族ではないということで、まあ、大和民族なんですよね。で、そういった人たちが漢字をですね、作り上げている。で、漢字って本当に面白くて、いろんな象徴を込めることができるんですよね。で、8プラス10プラス8は何かっていうと、8っていうのは、ヤハウェイ、絶対神のヤハウェイっていう存在がいますけれども、その矢ですよね。その矢が、8を意味するってよく言われていますので、絶対神ヤハウェイなんですよね。で、じゃあ8が2つあるっていうことは、88の8と8ですから、何かっていうと、絶対神ヤハウェイっていうのは、肉体を持たない存在ですけれども、そのヤハウェイという存在が、人間界に受肉して、で、人間として生きた存在がイエス・キリストになるわけです。まあ、これもね、一般的なキリスト教では、そうは言われてないと思うんですけれども、まあ、実際はそうだと僕は思っているんですけれども、だから絶対神ヤハウェイイコールイエス・キリストなんですよね。で、旧約の神と新約の神っていうのは実は同一神であるということで見ていくと、その絶対神ヤハウェイっていうのが8で表せるということは、その裏である、まあ裏というか表裏の関係であるイエス・キリストという存在も8で表せれると。で、イエス・キリストっていうのはですね、ゲマトリアっていう、そのカバラとかゲマトリアって言われるもので見ていくと、888なんですよね。イエス・キリストっていうのをゲマトリアで見ると888なんですよ。だからやっぱ8に関係が深いんですよね。
で、蜂っていうのは竜にも関係が深いって言われてて、まあ、竜っていう存在ですよね。その存在も蜂であるっていうふうに言われていますけれども、まあ、そういったことを見ていくと、まあ、ちょっと話をそれましたけれども、蜂と蜂っていうのが絶対神ヤハウェとイエス・キリストを表していると。で、じゃあ銃は何かっていうと、銃っていうのは、まあ、十字架ですよね。あるいは、縦と横が交わっていますから、完全体を意味するということで、陰陽合一の完全体。で、十っていうのは十字架でもあり、イエス・キリストのかかった聖十字架。で、それは木でできていますから、木。で、木っていうのは、もっと言うと命の木というね、ものを表していると、象徴している。永遠の生命。イエス・キリストっていうのは十字架上で死んで、また蘇ったということですから、永遠の生命を象徴しているということを見ていくと、十という十字架によって、その、合わせ鏡になった存在が絶対神ヤハウェとイエス・キリストだということで、まあ何が言いたいかというと、米という漢字はそういったものが含まれているということですよね。だから、まあ僕たちお米を毎日いただく民族ですけれども、そういった意味ではすごくやっぱお米っていうのにいろんな意味が込められている。で、その他にもちょっとメルマガでは書いたんですけれども、その米というもの自体がですね、三種の神器を表しているとかね。例えばその8プラス8、8プラス10プラス8ですよね。っていうのは、八坂の勾玉とかね、八田の鏡っていうのは、その三種の神器がありますけれども、8がついてるんですよね。で、これなぜ2つ8かっていうのも、なんとなく不思議だったんですけれども、八田の鏡と八坂の勾玉っていうのは、8、8ですよね。だからこの米の漢字の中の8と8を象徴してると。なると、十っていうのは何かっていうと、もう一つの残りの三種の神器の一つである草薙の剣だということになるわけですよね。で、十っていうのは十字架って言いましたけれども、十字架は木製ですから木でできている。で、木っていうのは柱ですから、柱ですよね。こう柱、木の柱。それが剣を象徴しているっていうことも、言い方も見ることができますし、ちょっと熱いですね。で、実は、草薙の剣っていうのは、古代イスラエルの三種の神器と同じであると。というか日本の三種の神器の正体はイスラエルの三種の神器なんですよね。ですからアロンの杖なんですよ。草薙の剣の正体っていうのは何度か言ってると思うんですけれども、アロンの杖になりまして、アロンの杖っていうのは木製だったわけですから、その十字架、木製、永遠の生命の象徴で、木、柱、そこからアロンの杖、草薙の剣っていうふうにつながっていくわけですよね。となると8、10、8っていうのは八坂の勾玉、八田の鏡、八坂の勾玉、そして10が、草薙の剣ということで、米という漢字自体に三種の神器を象徴していると。米という漢字を分解すると8、10、8になりますけど、それは三種の神器のそれぞれの神器を象徴していたということになってくるわけですよね。まあ、非常にぶっ飛んだ話だと思うんですけど、意外に多分ついつまは合うんじゃないかなと思うんですよね。で、三種の神器っていうのは、これは絶対三神の象徴なんですね。日本っていうのは造化三神っていう存在がいますけれども、造化三神イコール絶対三神。本日四個精霊になりますので、その絶対三神が込められている、絶対三神を象徴する、それがお米という漢字に込められているということも言えるわけですよね。だからお米っていう穀物っていうのは非常にやっぱり重要、大和民族にとってはなくてはならないものだということだと思うんですよ。お米一粒の中にその絶対三神のエネルギーというのか、生命、そういったものが込められているっていうことを考えていくと、お米一粒一粒がすごくね、大事にされていた。で、よく僕も小さい頃言われたんですけれども、ご飯をね、残すと目がつぶれるよとかってよく言われたんですよね、小さい時、母親に。だから、こう、最後の一粒まで食べるようにしてたんですけれども、まあそういうことを教えるっていうか、そういうことを教えられてきたっていうことは、やっぱお米一粒が本当に絶対三神、まあ、神の象徴、神が姿を変えたものであるということを、日本人自身がね、そういったことをこう伝えていくためにですね、そういう意味を込めたかもしれないですよね。
ですからまあそういう意味でお米っていう米という漢字、何気ないこうシンプルな漢字ですけれども、その中には結構深い意味がね込められているんじゃないかなっていうのが見えてくる、まあ、そういう、うん、ちょっとこうマニアックな見方をすると、あのそういう真意がね見えてくるんじゃないかなっていうふうに個人的には感じています。ということでちょっと長くなりましたけれどもですね、今回は以上になります。ありがとうございます。